ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。今夜も始まりました、ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。パーソナリティはアコースティック音楽ユニットナックルヘッドのボーカル永瀬と鍵盤としえです。月曜夜のハッピータイムは、手作りの器で美味しいご飯、中央通り昭和の街の大黒屋食堂とエンターテイメントを発信するオフィススパークルの協力で FM88.7MHz ラジオ川越からお届けいたします。本日のゲストはなんと誰よ、はい、誰ですか。千葉大学教授であり学者さん、減災サステナフル技術協会会長の浅沼博史さんです。はい、どうもこんにちは。こんにちは、ようこそよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんとね、はい、エンターテイメントを発信する、はい、我がナックルヘッドの番組で初の大学教授でございます。はい、とうとう来るとこまで来ちゃいましたね。はい、すごいですね。実はですね、はい、大黒屋食堂さんで、はいはい、いつもお会いする常連さんのお兄さんとご一緒のところを偶然お会いしまして、はい、なんとね、いきなり防災の先生なんだよみたいな話をちょっとしてたら、そうですね、火山が噴火しないように、うん、マグマを抜いてしまえばいいんだなんてびっくりびっくり仰天で、まあそこら辺で意気投合してね、はい、ありがとうございます。はい、なので、はい、これはエンターテインメントではないかということでお呼びいたしました。ありがとうございます。光栄です。はい、ちょっとじゃあ自己紹介お願いできますか。はい、もうほとんど紹介いただきましたけどこれ以上紹介するとボロが出るかなと思いますけど、いやいやいや、ボロ出しちゃってください。あ、そうそう、はい、川越はゆかりの地でして、はい、僕ね、小さい頃川所ってわかりますか。はいはい、あそこ結構出没してました。はい、この年だったら問題ですけど若い頃母があそこに勤めてまして、はい、それでずいぶん通いました。裏口入学で裏口にあとうちの職員さんが、はい、川越の出身なんです。はい、で、もちろん弟もここですしね。はい、もう川越、もう今日は本当に幸せです。川越でこんなお仕事させていただけるので、いやいやいやじゃあよろしくお願いします。よろしくお願いしますじゃあ川越にもお知り合いが、いや、まあそこ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 、これから増やしたいと思ってますんで、ね、いや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 俺と一緒っすねナックレッドさんのもね、お力ではい、でいろいろ興味深いところをどんどん聞いていきたいんですが、はい、よろしくお願いします。はい、まずですね、ちょっとマグマの話は後にして、だいぶ後の方がいいと思いますそうなんですかえ、じゃあ先生の、浅沼先生の一押しの、はい、はい、そうですか。私ね、防災ってあんまり好きじゃないです、実は。はい、私はミスペルじゃないんですけど、防災の防って忘れるって書いてるんですね。はい、ちょっとだから私の今日防災は多分期待外れだと思いますけど、いや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 だいぶイメージが違うかなとか思います。で僕はなんかほら今ハザードマップとかね、はい、でいつもほらなんかいろんなアラートが鳴って逃げろ逃げろじゃないですか。はいはい、もう生きてる心地しないですよね、だからもっとこう楽しいね、かっこいい、まあ、防災っていうのかな、かっこいい防災ですか。で防を忘れるっていう、要するに、あ、なんか台風来たんだねみたいなやつとね、あ、地震だとか来たら儲けもんみたいなね、火山が噴火しちゃったとこれで日本の面積倍にできないかなとかねなんかそういうちょっと、はい、ちょっとおかしなアイデアかもしれないですけど、えー、ちょっとそういう人たちもこう入れないと、はい、いつになってもよくなんないんじゃないかなって、別に先輩方はけなすつもりは全然ないですよ、炎上しちゃうとちょっとなんですけど、プラス的な防災ってことですねまあそんなことをちょっと考えました。はい、すごいあれですよね、はい、近未来の映画 SF 映画とかみたいな構想がありまして、はいはいはい、じゃあちょびっと行ってみますか。はい、行ってみましょう。はい、ですね、まずガレージ駐車場ですね。はい、駐車場をが避難所みたいになってまして、そうです、ね、まあ、例えば津波が来たりとかした時に浮くんですね。はい、そうです。だから地震があったよとか何か災害台風来たよっていう時は、うん、自分のガレージに
車も置いてあって、そこに行けば安心っていう感じですか。これ会社の名前は宣伝しちゃいけないんですか。あ、どうぞどうぞどうぞ。いいですか、はい、あのスターライト工業さんっていうね、はい、あの会社で、はい、西郷隆盛さんのご子孫が今、はい、社長やられてて、ね、すごいな、あのすごい会社ですよ。なんかそれだけであのドキドキするような、ちょっとインパクトを感じるような ね、なんかそういうマインドがあるんですかね、あそこの社員さんがね、はい、こういうの開発されて、はい、なかなか売れてないんですよ。いや、これ売れると思いますよ。売れます よね、うん、はい、絶対売れますよ。あの、ね、あのパンフレットをちゃんと高級車にまでしてね、あ、そうそうそう、あのちょっと今ね、あの、はい、あのなんていうか軽じゃないけどちっちゃい車入ってますけど、あの、はい、そうフェラーリ、あ、まあ、せめて BMW とかですね、はい、入れていただくとね、まずお金持ちの方から買っていただいて、そうですね、そしてだんだん、ね、私たちみたいなところまで来ると、いやいやいや、人の命以前に車が助かるだけでもね、ものすごく価値があると思います、あと車ってやっぱりある程度燃料ありますから、はい、災害の時に、はい、あの結構快適な居住空間になるんですよね。なりますね。だからもうこれ、うん、そういう意味で非常にいいセットだと思います。で今こう浮いて流れちゃうんですけども、うん、やっぱりこう動力がありますから、はい、あの近い将来はスクリューをつけてっていうのはそういうアイデアもあってですね、すごい、はい、こう少し水の中運転できるようなですね、もったいないですよね。これをそうですね、私別にセールスマンじゃないんですけど、これ感動するもんですね。感動しますが、あって屋根もちゃんとしていて、ね、だから上から何が来ても大丈夫っていう、で車で災害があった時皆さん充電したりとか、はい、電気を供給しましたよね、なのでね、もう、まあ、あとトイレぐらいかな、心配は、でもあれじゃないか、あの端っこの方にトイレも作っちゃえば、まあ、トイレつけとけばね、物置とかトイレとか ね、あと下もねフロートって浮かすための、はい、こういろいろタンクみたいなのあるんですけど、はい、そこも別にそんなに軽い必要ないんでね、はい、そこ食料入れたりとか、それこそ、なるほど、まあ、トイレの話あれですけど、まあ、あのいろいろねそういうのもいい、はい、とかね、あ、それはいいですね。でもやっぱりいいいこういうね車持ってる方の方が多いわけですから、そうですね、自分家のガレージがねこういうのだったら何かあったらそこに逃げればいいというね、すごくあの身近な防災っていうかね、そういう、ね、材料、身近な避難所だよね。そうそうそう、うん、で材料もね非常に凝ってまして、はい、あのやっぱ浮かなきゃいけないんで、そのグリーンのね、はい、その壁とか軽いんですけども、はい、その表面にすごい塗料が塗ってあって、はい、これねあのピストルの弾が当たってもね、あのめげないぐらいのですね、そんなに 9.11 かな、はい、アメリカで、はい、あれでペンタゴンやられちゃいましたよね、はい、でその後 そこにそれを塗ったみたい な、 なんかあそんなすごい塗料があるんですか。いや、あるですよ。あのあれです、あの聞いてる視聴者の皆様に分かりやすく説明すると、うん、はい、ガレージの屋根があって車の横サイドのところと後ろのところに、はい、こう塀みたいになってるんです、はい、そこの塗料がうもうミサイルが当たるわ、ちょっと大げさでした。まあ要は障害物に当たっても大丈夫だよってことですよね。 そうです、それはすごいですよ ね、 やっぱりな川に流されたりとかして、そうそう木材とか、ね、はい、ぶつかってきたりとかしたら、やっぱりちょっと不安になりますもんね。そうですよね。他の会社はその、はい、グリーンの中が発泡スチロールなんですよ、はいはい、発泡スチロールってもすぐ壊れちゃうでしょ、はい、でもその、ね、塗料を塗ると、はい、なんかね結構上の方からドコーンと車を落としてもね壊れないぐらいの強烈な、すごい、そういう塗料が、すごいな、面白い、そんなものが世の中にあるんですね、だから意外と知られてないことがねいろいろあってね、はい、あの、はい、こういう機会にですね少し宣伝させていただくと、はい、いろんな用途があるかなとか思います、俺のあれだね、あのたまにほら酔っ払ってギター背負って帰る時とかさあのその塗料塗っておけば間違いなくぶっ壊れねえってことだ。ええ、なるほどね、そしたら転んでも大丈夫ってですね。そういうあのやりましょうか今度サービスというかビジネスをねえ会社作れますね。それでね、はい、その塗料の話から先ほどね先生からちょっと面白いことを聞きました。ああそうですか、はい、あの、まあ、ご専門が工学部、はいはい、何を研究されてるの、ね、材料ですね。材料ですか、材料、材料、例えばアルミニウムとかね、はいはいはい、鉄とか鉄鋼材料とかってね、はいはい、で僕ね、はい、まあ、材料なんですけどちょっとあまり成績良くなかったっていうか、あの多分人の話はよく聞けないんですよね、自分でこうあのなんか勝手なこと考えちゃうんですよ、はい、でアルミ鉄はまあ
強いとかね、鉄は強いとか、はいはい、アルミはまあ強くて軽いと、はい、そうすると飛行機で飛べるとかってね、はい、まあ、大体そこぐらいで終わっちゃうんで、僕はその材料でもなんか中にちょっとこう神経みたいなのが入っててね、なんか当たると材料がピリピリっと感じるとか、あるいは材料自体が筋肉みたいに動くとかね、なんかそういう、こうイメージをしちゃったんですね。これが間違いの、あの始まりでこういう話を日本でもしてもあんまり受けないんですよ、しょうがない、もうあの国外逃亡しましてですね、逃亡って言ってもあの別にあの本当にあの国籍を失ったわけじゃないんですけど、アメリカ行ったら、はい、やっぱり、まあ、あんまりいい話じゃないですけど、軍の方とかね、はい、まあ、別に向こうの軍の方はすぐに何か悪いことするわけじゃなくて、あの大学の先生なんか も、はい、もうそことこうね緊密にいろいろやられてて、はい、で軍の方とかあと NASA の方とかね、はい、特に航空宇宙の人ですね、はい、やっぱりね考えてることスケールでかいですよ。そういう人たちはこうすごくこうそういうのを受け入れてくれて、はい、で私あのすごく海外で救われましたっていうか。何に使うんですか。まあだから、将来の飛行機とかですね、はい、ピリピリする、いや、まあ、ピリピリじゃない。いや飛行機ってね、はい、やっぱりいつ壊れるか知りたいんですよ。ああ、なるほど、耐久性、突然死しちゃったら、はいはい、飛んでる時死んだら困りますよね、うん、それは困ります、うん、だからもうあと3時間ぐらい大丈夫だねって言ってくれればね、はい、まあ、飛んで降りるまではなんとかなるし、はい、ダメだったら緊急着陸しなきゃいけないとかね、はい、あと動くっていうのは今ね形がもう決まっちゃってますよね、はい、でフラップっつってなんかこうパタパタやってるだけだけど、はいはい、鳥のようにね、NASA が考えてる飛行機っていうのは例えば、はい、鳥のようにもう本当にしなやかに形がこう自由に、はい、そう全然ね効率が違うんですよ、うん、効率というのは、うん、要するに今の飛行機は、はい、長い滑走路が必要で、はい、結構飛ぶのに苦労しますよね、はい、あと音がすごい音が出たりとか ね、 ね、だけど向こうで考えてる飛行機はもう本当にあの早くも飛べるしゆっくりも飛べるしね、着陸なんかも短い距離でスッと降りられたりとか、なんかそういう時にやっぱりこう体がね、はい、生き物のように自由に動けるとですね、あ、鳥なんてすごいじゃないですか、はい、ね、まあ、もちろんそうですね、もうカラスってみんな大嫌いだと思うんだけど、いやいや、あの立派なもんですよ。なるほどね、なんか見えてきました、ね、あ、そうそうそう、その内容がとてもあ、すげえ、そういうのがもしも本当開発されたら、本当この先すごいことになりますよね。いや、だと思いますよ、ええ、うん、それね、やっぱり日本がそういうの遅れちゃうんで、あ、まあ、ね、そこが心配です。そうですね。ちょっとしたほら町場の空港とか行ってさ、そうそう、滑走路とかが10メートルとかです、いやいや、本当本当、ちっちゃい空港とかが作れるわけです、そうだね、まあ、果てはね滑走路なくても鳥のように、だから今ドローンみたいなとかね、また新しいの出てきてますけど、はい、でも全部それに置き換わるのはやっぱり時間かかりますからね、はい、まあ、ジェットエンジンはジェットエンジンでね、やっぱり素晴らしい、はい、あのなんていうかな、宝物ですよ。まあ神様が作ったものではないかもしれないけど、やっぱりあれはね大勢乗って、ね、中でコーヒー飲めますからね、羽ばたくような飛行機じゃねやっぱり、中で、あ、まあそうですね。うん、近いところに行く分にはね、羽ばたいてても全然いいですよね、長距離はちょっとしんどくなるかもしれない、まあ ね、それがまた静かになるんでコーヒー飲めるような感じ、あ、まあね、まあまあいずれはね、すごいなんか先がね。いや、そんなことを考えてたんですね、はい、でもやっぱりね、やっぱり日本でちょっと軍事研究は入れたくないじゃないですか、そうですね、だから僕は、まあ、世界で初めてってのは好きで、いや本当にそうか分かんないですよ。だけど僕はそういう技術を防災の方に持ってきた、はい、多分世界で最初の研究者かなみたいな。アメリカは全然違うところ向いてますから、はい、まあ、たったそれだけです、いやいやいや、それはね、たったというほどじゃなくて、もうスケールが大きすぎてですね、ね、はい、いや、それがうまくいかないんですよ。うーん、だから今日もここで宣伝させていただいてですね、やっぱね、国がね、もうちょっとこういうものに目を向けてほしいなと思った商品がございます。セールスマンになってしまいました。商品がございますので、ございますね、はい、シェルターですね、核シェルターですね、はい、これ素晴らしいです、うんうん、やっぱりね、日本は絶対必要だと思うんですよ、まあ本当ね、うん、海を越えたら皆さん持ってらっしゃいますから、そうですよね、おっしゃる通り、そうです、で、守るものは日本には何もないわけですから、うんうん、もうやられっぱなしになってしまうので、シェルターはやっぱり
自治体がね、やっぱり用意して、そうすればみんな安心してシェルターに。さすがですね。いやいや、全然さすがじゃないですよ。もうね、生き残りたい一心。いろんな使い方ありますよね。中でいくらバンバン音出しても多分ね、あの近所迷惑ではないだろうし。いや、でも一緒に入ってる方はうるさくてたまらないですよね。お前また練習すんのかよって言われちゃうね。練習ほどね、聞いて苦痛なものはないからね。同じとこで間違えるしね。で、僕の防災の、まあ、基本的な考え方がね、はい、それに近いんですよ、はい、要するにいつもこう心配して、したら一日の時間無駄ですよね。そうですね。台風が来てもいないのにくるくるって心配してね、はい、あれ地震が来るかもしれない。そうです、ね、まあ、誤報であったのは、まあ、いいことだと思うんですけど、で、僕はもうこの中に入ってたら、はい、まあ、死にたくても死ねないってちょっと言葉悪いですけどね、はい、死にようがないっていう、そういうね、絶対安全安心空間っていうね、はい、そういうのを作っちゃうと、ね、まあ、ちょっと最初余計お金かかるかもしれないけどね、作って、例えば自治体がなんかどっかからとにかくお金をして、まあ、アベノマスクあれで、ありがたかったですけど、そうですか。多分いろんなところいろいろお金あると思うんで、そうですね、そういうものでね、やっぱりそういうものをこう置いてあげると、で、若くて逃げられる人は走って逃げればいいわけで、そうですね、やっぱり逃げられない人いっぱいいますからね、そういうことはこういうところへバッとこうね、はい、そうすると若い人も安心して逃げられるとか、ね、そうですね、体の不自由な方もいらっしゃいますし、やっぱね、こういう安心空間が近くにあると、ね、ぜひぜひ、はい、いや本当ね、この先高齢化社会にもっとなりますからね。そうなのね、そう考えると絶対これは必要だなって思います、ね、避難所がね、水害にあってもう大変だったっていうところもありましたからね。本当にね、悲惨ですよ ね、 ね、そうなっちゃうと安心しきって ね避難したところでね、はい、あとね、まあ、これは、まあ、考え方として一つはこう浮いちゃうんですね、はい、まあ、この重いやつは浮かびませんけど、はい、こういうボートみたいなやつがあってね、それは津波とか来るとまあ浮いちゃうんですよ、はい、でもまあ浮いてどこへ持ってかれてね、崖から突き落とされたらやっぱ中でね死んじゃいますからね、それは慎重にね、はい、どんな製品をどこに置かなきゃいけないかっていうことはね、きちんと考えなきゃいけないと思うんですけど、はい、でもないよりは裸でいるよりは絶対いいですよ。そうですね、あとコンクリートのやつなんかは、はい、こう津波とかでね、なんか今津波が30メートルとかいわゆる町があるわけですよ、はいはい、例えば四国の黒潮町 34.4メートル、気の毒ですよね、そんな数字だけ押し付けてね、もうパニックじゃないですか。そうですね、でね、堤防を作ろうとするわけですよ、はい、でも堤防なんて十何メートルでもうね、その後ろに住んでる人はもう精神的におかしくなっちゃうような。そうですね、だからもうそしたら潜っちゃった方がいいじゃないですか、いっそのこと。なんかそういう少し考え方を変えてね、こういう中に入って、はい、潜っちゃうと。うーん、30メートルの津波はいつまでもそこにあるわけじゃないんで、はい、なんかそういうね、発想も必要かなと思って、その発想すごいですね。いやいや実際にね、もうね、なるほどね、このボートみたいな、はい、実際にもうこれもう商品化されていて、もうね、それはポツリポツリ売れてます。ただね、社長さんがものすごい熱い人でね、はい、こういうのはね、はい、それでやっぱりそんなに売れないから社員さんはねビクビクしてますよ、だって自分のボーナス減らされちゃうかもしれないですから。でも社長さんの熱い思いで、はい、今結構売れ出してましてね、それで、最初ねホームセンターみたいで置いたらしいですよ。でもねホームセンターじゃなかなかね、はい、これって注文してね、はい、買っていく人なかなかいないでしょう。そうですね、でちょっと苦戦しましたけど、はい、例えば大学の水産学部みたいなとこかな、はい、その海の近くにね研究施設持ってて、はい、最後の最後ねやっぱり逃げ切れない場所もあるから、そういうところで買ってくれたりとか、あと意外とねお医者さん、北海道の眼科医って言ったかな、はい、やっぱり自分が手術してる時に地震とか津波来ちゃって自分逃げるわけいかないでしょ、はい、患者さん処置して、はい、患者さんをあれして、はい、最後自分がここに入るとかね、はい、あ、なるほどね、あとガス会社の、和歌山の、これ大阪ガスの子会社さんかな、はい、なんかそこはやっぱり和歌山の、浜にねそういういろいろ施設があるんでしょうね、はい、多分その人が最初に逃げちゃうわけいかないんですよ、やっぱり作業して、まあ、そういうことね、そうするとやっぱり間に合わないだろうとかね、はい、そういうところにこう売れ出していってるんですね、まあでもそういうのあったら安心ですもんね、絶対安心ですよ、はい、そういうだから船みたいなものもあったり、はい、エンジンがあるものも今
出始めてるの、まあ、ちょっと大きい最初ね、むしろ普通はエンジンがついてるんですけどね、はい、小さくしていくとね、エンジンがなくなっちゃう。そうですよね。そうするとどこに漂流するかはわからないけど、それだったら俺らももしかしたら帰るかもしれないな、その漂流タイプだったらな。楽勝で買えますよ、楽勝で買えます。いやいやいや、一人一台買ってください。あのどこに着いたかわからないよ。無人島かもしれないよ。それも楽しいね。話はまだまだ聞きたいことたくさんあるんですけれども、はい、ちょっと曲いってみますか。はい、リクエストが来てまして、梅津さんから、はい、はい、中雅宏さんの足跡をお願いしますということで、はい、はい、私たちのね、うん、後にも中さんの番組やりますけれども、そうですね、はい、うん、ぜひあのせっかくねリクエスト来たので、はい、聞いていただきましょう、ね、聞いていただきます、そのまま、 そのままね聞いてもらってね、その中さんのね番組も一緒に聞いてください、はい、よろしくお願いします。おかけしたリクエスト曲は著作権の関係でアーカイブでは省略させていただきます。はい、引き続き浅沼先生とのお話を、そうですね、盛り上げていきたいと、はい、よろしくお願いします。はい、さあ私の聞きたかった、はい、あ、そうですか、はい、このね、あの東京ゼロメートル、うん、サブゼロ地域再生構想ですかの映像化ってあります。いやいや、まあ、そこがなかなか、誰に訴えても絵にしてもらえないんで、これからですか。あ、もしねこの番組聞いている、はい、あの映画を作る制作者の方とかいたら、ね、ぜひぜひ、あの絶対ね面白いと思います、ね、うん、でも本当ね映画関係者とかも実際ちょっと聞いてたりするんですよ。あ、そうですそうです、はい、あの、はい、あの押し売りに行きますんで何度でも行きます、じゃあまず何が興味があるかっていう、1、はい、移住です。移住、他の地域や客船、これ EGG メガフロートですか、 EZ なんかあのなんとか排他的経済水域とかなんか難しい、なんかあるじゃないですか、はいはい、これすごいですね。それで減災、減災って皆さんあの災害を減らすと書きます、はいはい、減災スマートアイランドリゾート構想の会場へ海の上、はい、とこれはどういうことですか。あのちょっとあの古代妄想なんですけど、はい、あの最悪ね、はい、九州でカルデラ噴火っての起きると、はい、もう北海道ぐらいまでやられちゃうんですよ。そ、九州はもう九州は全部アウト、はい、大阪で灰が50センチ積もる、東京で20センチ、はい、それであともうね数センチ詰まったらアウトですから、もう電車も走れないしね、はい、あの、そうですね、あのもちろん車もスリップしちゃうしね、そういうことが、はい、ちょっと僕あんまり専門なんですけど1万年に1回ぐらい、あ、それで今7000何百年ないって言うんですよ、はい、うん、まあ2000年に生きてる人はいいからいいかもしれないけど、いや分かんないですね。でもね、あの1000年は割とあっという間じゃないですか、ね、そうするとやっぱりそういうことも少し考えていてあげないとね、だから日本の隣にやっぱり日本と同じぐらいのねなんかものを作っとくってことがね、はい、必要かな。そうですね、場合によってはね、はい、ちょっと極端な話ですけど、はい、いやいやいや時期的に言ったら本当明日来るかもしれない、うん、で、おっしゃる話ですね、本当あのね地震とか、はい、もういつ来るか、そうです、私生きてる間に絶対大きいの来るんじゃないかと思っています、うんうん、ね、いやそういうふうに考えてた方が逆にいいと思うんですよね、うん、そうそう、だから慌てるんじゃなくて、うん、こういうのをほら、まあ、楽しみってじゃないですけどね、やっぱり、まあ、備えがあればね、技術っていうか、うん、はい、そうそうそう、そうですよね、で、そのね、はい、僕の友達が、はい、実はもっと昔にすごいことを考えてて、はい、大学の友達だったんですけど、はい、もう卒業以来一度も会ってないんですよ、はい、で全然違うところでばったり会ってですね、で話してたらすごいことやってまして、いや、そういうことなんですか、あのね、三菱重工ってところでちょっと勤めたんですよ、はい、で、あのなんか石油の備蓄タンクっていうんですか、はい、九州にものすごいでかいの作った経験があって、はい、あとひょっこりひょうたん島の時代でしたよね、はい、我々ね、はい、というか我々私はね、はい、それとあと、彼ヨット部かな、はい、でいろんなものが頭の中で爆発しまして、はい、核融合しましてですね、はい、それでこういうあの大きな島ができちゃったんですね、はい、まあ、これは構想なんですけども、ほとんど世の中に書いてある絵は嘘っていうか、はいはい、会場でね、はい、こういうものを止めとくことができないらしいんですよ、あ、ね、なるほどね、ええ、
あの潮の流れとか風でね、彼のアイデアはこういうのを作って回遊させるっていうんですか、はいはい、北太平洋とかインド洋とかね、はい、あ、なるほどね、そこにこれ彼は独立国家なんですけど、はい、そういうのを作って、はい、そのこうぐる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 、で台風とか来たらちょっとこのそこにこうビルみたいなのが建ってるんですけど、はい、それは全然人が住むビルじゃなくて、はい、帆なんですよ、帆、あ、ええ、それで風を受けてね、はい、コントロールするんですね。すごい、なんかもう帆じゃないビルなんかもうねこれビルだと思いましたね私もあのね、マンションが建ってるのかと思いました。上の方はね、でも中は上の方は、はい、何だったかな、植物、トマト作ったりとかね、なんかそういう野菜作るんですよ、はい、でそのカスで真ん中ぐらいで家畜を飼って、はい、さらに下の方がなんか養殖みたいなね、すごいね、もう自給自足っていうことですね、完璧な、ね、海に浮いているから魚もいるしね、うん、そうそうそう、うん、なんか面白いこと考えてる人がいましてね、すごい、でこのアイデアを世界中にばらまいてて、まだいい話はなさそうなんで私が始めたね、その減災撮影の技術協会ってところで、ちょっと取り上げさせていただいて、はい、結構、まあ、今日も含めてですね、宣伝中、売り出し中です、はい、クラウドファンディングぐらいじゃちょっとね、なかなかそうですねちょっと実現しないかなと思いますので、スケールがね、国ですからね動く国ですからいや面白いですよ、でもそう考えることがね、やっぱり素晴らしいことでね、はい、本当そうですね、あとですね、一番最初にも言いました、富士山のマグマを抜き取る、はいはいはい、クエスチョンなんですけどあの皆さんご存知 の避難タワーっていうタワーありますよね、はいはい、あの高いやつね、はい、あれ結構いろんなところに今置かれてるんですけど、はい、それで有名な藤原産業さんっていう会社があるんですね、はいはい、その会社の社長が面白い人 で、はい、で彼がその富士山にね、マグマ、はい、富士山噴火を抑えるためにじゃあマグマ抜いちゃおうっつって、はい、一生懸命研究してたんです。ちょっとなくなっちゃったんですよ、残念ながらね、すごい面白い方がいて、はい、すごく僕意気投合しまして、ワクワクしちゃったんですねで私もねちょっと過激なことを考えたんですよ、はい、あの東京のね、はい、まあ、下町ってちょっと語弊あるかな、やっぱり炎上しちゃうとこもあるんで、はい、あの東京の低いところ、はい、あの、はい、なんていうかな、高潮とか、はい、あるいは今大雨が降ったりとか、あるいは津波なんかでもね、そう水没しちゃうとかたくさんあるんですよ、はい、まあ、ある面積ね、はい、そうするとそこの人はやっぱりあのどっかへ移ってもらわなきゃいけないですね、でも実際そんなの全然はかどらないわけです、はい、でそれでこういう島なんかあの最初ちっちゃいやつを作ってね、と思ってるんですけど、その一歩手前として、はい、あの豪華客船みたいなね、はい、オリンピックの時になんだっけ、はい、あの宿舎が足りなかったら客船持ってこうなんて、あと熊本地震の時もなんか客船使ってるらしいんですね、はい、あとねアメリカのちょっと軍の、まあ、軍の直接の知り合いじゃないんですけど、まあ、関係者ね、はい、その人が航空母艦がいっぱい余ってるから貸してやろうかみたいな人がいてますねそんなまあでもある意味乗ってみたいけどね乗ってみたいねそれをセットにしてね、あの楽園を作ろうと思ってるんですよ。あ、結局行った先が楽しければみんな行ってくれますよね、はい、まあそうですね、それで移ってもらって、はい、それで東京のその、はい、古代文明じゃないんで低くて水のあるところに人が住む必要ないですよ今ね、だからそこはもう空洞化させて、はい、でもし誰かお金があればねそこを整地してサーキットにしてもいいけど、はい、まあ、治安が悪くならないように衛生状態が悪くならないようにして、はい、もうほっときゃいいと思ってるんですよ僕は、で待つこと何年か分かりませんけど、そのうち富士山が噴火してくれますから、はい、僕らはそういうね災害をいかに有効利用するかっていうことを、災害っていうか災害の元になる力をね、はい、と考えてて、はい、で実はまあこれはあんまり言わないかな、国交省さんのある方がね、はい、あのちょっと僕と話したら、富士山の灰が多すぎて困るんだけどなんかいいアイデアないかって言って灰が多すぎてってで私のアイデアは、はい、あの富士山ってまだよく分かんないですよ、いつどこが噴火して、風向きによってもね、そうですね、でも大体こういろんなこう資料があってですね、はい、意外とねこの辺は相当降ると思いますよいやまあそうですね、うん、東京もたくさん降って、はい、千葉まで来ちゃうんですよ。そうですね、私千葉県民なんで千葉まで来ると困るんで、全部東京落としちゃえとひどいというか、あの東京落とすというか、はい、そのもちろん埼玉もなるべく降らないようにしてね、はい、あのコントロールできると思うんです、あの入って、まあ、粒なんで、はい、例えば水分含ましてあげてちょっと重くなれば、うん、その時落ちやすくなるわけでね、はい、それで僕はそこ狙い撃ちしたらどうかと思ったんです。東京の低いところに富士山の灰を狙い撃ちすると、はいはい、もし散らばっちゃったらもうトラックで運ぶしかないですけど、でもなるべくね、あのそういう科学技術を進歩させて、はい、
富士山に穴を開けることももちろん大事だし、もう噴火しちゃったら、はい、その灰をですね東京のその低いところにね、はい、あの意図的に落とすと、でかさ上げすると、そうそうそう、そういうことですね。それでね、学生にそういう冗談言ってもだめ、興味持たないんで、無理やり計算させたんですけど、はい、富士山の灰の体積をね、はい、その面積で割ると大体4メートルぐらいなんですよ。だから4メートルかさ上げね。あ、一応僕ね、あの名前つけました、はい、新関東ローム層っていうね、あ、新関東ローム層の新しい版ですね。そうそうそう、あの私の著作権ではないですけども、あのそれくだらない話をね、いろいろね、面白いね、まあ、あの災害をモンスターと、まあ、一応思っちゃいますけど、はい、モンスターと喧嘩してもしょうがないんでね、はい、やっぱりなるべく仲良くして、まあ、利用させてもらうと、はい、まあ、富士山のねせっかく膨大な資源ですから、はい、あのマグマも大事ですけど火山灰も ね資源ですから、はい、それでそういう低いところを埋めてね、はい、またその豪華客船から皆さんがそこへ帰ってこれたら、まあ、多分世代が2つぐらい後かもしれないですけどね。そうですねすいません、くだらない話、ね、一つのちょっとしたエネルギーをもっとすごいエネルギーに変えるってことですよね。大事だね、でもね、うん、大事だし、そういうのを分かりやすい、やっぱりね映画で楽しくそうですね、そういう世界を見させてもらったら、みんなね、だってやっぱり、そうですよね、なんていうのかな、自分の幼い頃に見てた映画とかってまだ電話も呼び出し電話だったりとかは、ね、うん、ちょっと年齢バレちゃうんだけど、うん、まさかねスマホを持ち歩くなんて想像しなかったです、思ってもみなかったそうです、ね、だけど確かメロモちゃんとかああいう皆さん知らないですね、はい、そういうあの当時のアニメとか映画は、はい、もうそういう携帯電話みたいなの持ってましたからね、ありましたよね、全然不思議に、うん、まあ、テレビの世界だと思って見てましたけど、だから本当アニメ実現してますからね、そうそう、おっしゃってる、もうアニメって大事なんですよ、はい、やっぱり、ね、科学技術って結構裏付けとかね、やっぱりそう信頼性が大事でしょ、はい、なんか間違えて人死んじゃったりしたら大変ですよね。そうですね、でもアニメって別にあの低く見るわけじゃないですよ、うん、あのアニメで自由な発想をねまず表現しちゃうと、はい、それもすごく大事ですね、そうですね、でそこでいろんなことを可能性をね世の中に示して、うん、そうすると、はい、そこに人が集まってくる、はい、まあ、うまくいけばお金のも集まってきて流れできると、うん、そうするとプロジェクトがこうね動き出すと思うんで、そういうねチャレンジを今ねしたいと思います、はい、ぜひぜひぜひ行かないでほしいと思います。いやいや、はい、あの間に合うかどうかあれですかいやいや間に合わせましょう絶対間に合わ間に合わせてくださいよ。もうそれでもう最近楽しくてしょうがないですよ。ああいいですね。人生ワクワクですね。いやいやいや、もうボロボロですけど。いやいやいい年ですから。俺やっぱり気になっちゃうのがですね。はいはい、このマグマを吸い取る。俺とても気になるんですよ。でもあの最初に会った時にあの。うん、あの富士山が噴火する前にマグマを抜き取っちゃえばいいんですよっていう俺この言葉にすごくそうだね、おお私その発想初めてだったし、うん、あのびっくりしました。まあ、ちょっとそれ借り物ですけどね、その社長さんのね、いやいやでもねすごいですよ、いやだね、噴火する前に抜き取っちゃえばいいっていうその発想っていうのはなかなか出ないと思うんですよね、本当に。あの実際ね、はい、マグマほどでなくてもあの温泉でね、はい、温泉こう開発しますよね、はい、水蒸気こうシュッシュ出てるじゃないですか、はい、あれでも随分いいっていうね、もしかしたらあれで噴火があの1秒あ10秒ぐらいあの遅くなってるかもしれないですよね。わかんない、全然いや もっと遅くなってるかもしれないですよ。ちょっと先生、頭良すぎて言ってる意味が全然わかんない。要するに中の圧力が上がりすぎるとそれでバーンといっちゃうんでね、はい、あ、そういうこと、ね、なんかストレスをこう抜くってことですね。あ、はいはい、ガス抜きって感じ、ね、そう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 、おっしゃるとおっしゃる、圧力鍋の圧力鍋みたいなもんだよ、ね、そうあれがここに蓋されるとお前吹っ飛んでいくだろ、蓋ごと。であれがプシューってなってるからここになかなか噴火しちゃってだから温泉もねあのいいんですよ多分ね、はいはい、でもそれじゃ間に合わないと、はい、でやっぱりマグマって話があるわけですね、はい、ただねやっぱり学者さんは、はい、マグマ抜くと、はい、逆にどっかバランス悪くなってね、そうですね、はい、噴火しないで済んだものが噴火しちゃうんじゃないのとかですね、やっぱそういうね、はい、まあ、結局あの何もないじゃないですか、そういう根拠が ね、はい、だからまだまだ研究しなきゃいけないんですけど、でも本当に明日明後日っていう、はい、あれが分かることがあるんですよ、余地はね。でも本当に迫った時にね、はい、
まあ、どうするかってことですよね。そうですね。それはやっぱある程度決めとかなきゃいけないですよね、そうですよね。だから結局話は最初の戻るわけですよ、まあ、そのマグマを抜くとかっていう研究は、まあ、まだ時間がかかると思うし、ね、その影響がね、どういうことが起こるか分かんないから、はい、私たちは避難っていうかね、もう安心できるものが身近に置いてあると、はい、シェルターなり、そうですね、ボートでも何でも、ね、そういうカプセルみたいなのね、はい、あればそこに備蓄もされてて、うん、今のお家に住んでるのと全く同じ感覚で、ね、トコトコって言って普通に生活できる、うん、そういう、うん、なんていうんですかね、拡散っていうか、そういうものの、はい、うん、拡散っていうのはすごく大事だと思いますよね。そう思います、うん、はい、そんでね、そのシェルターとかそういうものが、この場所にあるんだよっていうのだけしっかりみんな覚えておいてもらえばね、何かあった時にそこにね急がなくても、ね、避難できるわけだしね、うん、そうね、本当そう思います。もちろん大雨だ竜巻だって、はい、まあ、昔はね、日常って平和で非日常が災害だったんですけど、今はなんか逆のようなね、もう日常が災害で非日常がなんかやっと青空みたいなね、もうそういう時代ですから、はい、もう本当にいつも災害をね、うん、考えなきゃいけない。だけど、不幸せですよね、毎日災害のことを考えながら生きてるとかね、それはね、避難訓練も大事だけど、あれで頭が締められてるっていうの僕はね、とっても不幸だと思います。そうですね、まあ、地球上にはねそんなこと考えなくていい、他の国もあるわけで、そしたらそこへ引っ越しちゃった方がいいって話になっちゃうわけですよね。まあ ね極端な話ね、はい、でまあ、だから日本をどうしたらいいかなみたいなね、これから、そうですね、そういうのちょっとね、はい、その時にやっぱりせっかく日本ってほら自動車たくさんいい車作って世界中に売れたりとかね、そういう技術があるわけでしょ、でもいつまでも自動車ってわけいかないと思うんで、僕はやっぱりこういうシェルターみたいなね、そういうものを上手に作れる国になってですね、そうですね、世界やっぱインドネシアとかね、はい、いろんなところで困ってるわけですよ。ね、インドネシアもほら火山みたいな、ありますね、もう火山の裾野のところに人が住んでるみたいな、はい、そういうところたくさんありますから、はい、そういうところでこう、ね、まず、まあ、プレゼントしてあげるとちょっと失礼かもしれないけど、はい、なんかそういうことができる 国、うん、はい、国っていうのかな、世界へねちょっとそういう貢献した方が僕はいいんじゃないかなと思いますけどね、産業っていうのかな、そういうね、はい、なんか懐のある、はい、なんて寄付っていう感じですよね。そうそうそうですよ、うん、そう、ODA とかでね海外、まあ、いろんなものを持ってきますけど、でもねほら何だっけ、まあ、途上国ってことは今よくないのかな、はい、でも、そういうところへねいろいろこう、はい、お金とか技術とか持っていくでしょ、でもねあんまりもう持っていくものがないし、もう他の国が今頑張ってるじゃないですか、はい、日本はあんまりこうね目立たないっていうかあんまり活躍できなくなっちゃって、だから僕はこういうね、はい、減災防災、産業っていうのかな、ものづくり得意じゃないですか日本はね、でこれどんどん新素材で面白い、そういうカプセルとかね、でカプセルもいろんなサイズ、極端なしヘルメットも僕はシェルターだと思ってるんですよ、まあ、こういうね、うヘルメットにさっきのその塗装ですよ、そうそうそう、あれをするだけでかなりヘルメットの性能が変わりますよ ね、 ですね、ヘルメットあるいはこういう衣服もね、防弾チョッキみたいなのありますよ ね、 うすよね、あれちょっとまだ着心地悪いと思うんでね、ああいうの工夫していくとかね、いやほらなんていうんですか、浮くやつ、人間が、はいはいはい、救助用のこういうやつに、例えば発泡スチロールに、その塗装を塗れば、体もガードできるし、そういう使い方もすごい、いっぱいあるなって思いますよね、もうあれですね、それこそ先生の得意の材料いや棟梁はすごいですよ、いや素晴らしいと思います、そうですね、いや今後ねこれは絶対かなり注目されると思いますね、ですね、はい、それ で、 で、ね、この棟梁とプラスガレージもあるんですよっていう、で棟梁は残念ながらメインはアメリカなんですね、あアメリカなんですか、もうダメじゃないですか、ね、日本も頑張りましょう、だから一緒に僕はね、だから、はい、とにかく僕が言ったことで
アメリカ人とか NASA の人とかね、彼らが感動するかどうかってそこから始めてるんです、はい、で彼らがもうやってることはもう絶対やらんと、トレオはだからちょっと取ってかれちゃ持ってかれちゃいましたけど、そういう気持ちでね、はい、で僕らいろいろやるとね、 NASA の人がいつも応援してくれたりとか、そうでしょうね、この教会なんかもね、はい、この間もね、日本語のミーティングだったんですよ、はい、ズーム会議ね、でもずっと最初から最後までね、はい、聞いててくれて、一番質問したのはその NASA の人が質問してくれました。ああやっぱり興味があるのね。ねえ、ぜひぜひ、はい、仲間増やしたいですね、日本にもね。そうですね。じゃあまずは映画化ということで、はい、もうこんな時間だ、はい、ということで本日のゲストは千葉大学教授であり、はい、現在サステナフル技術協会会長の浅沼博史先生でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まこちゃんどうだった？ちょっと頭良くなった？面白かったねえ。はい、これこそエンターテインメントですよ。ねえ、本当ね、そうだった ね、うん、もうね、一家に一個シェルダーカプセルがあるとかね、うん、もうそしたら絶対安心だもん ね、 そこにさ、うん、もうそういうのをね、早く先生にね、もう普及していただいて、ね、本当ね、実現してもらいたいですよね、うん、ぜひね。そうそう、夫婦喧嘩でいいですよ、うんうん、これはアメリカでも受けました。なるほど。はい、では来週のゲストはミュージシャン、はい、元園太郎さんです。とうとう来ちゃいましたね、はい、元園さん、はい、お楽しみにしていてください、はい、あっという間にお別れの時間になりました。この番組へのメッセージやリクエストはツイッターナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー、フェイスブックナックルヘッドまでお寄せください。お待ちしてます。どしどしもお待ちしてますよ。では来週もまたお会いしましょう。ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。